そうだな、うん、もう常に戦い挑み続けてっから、いろんな、お巻き込まれる試練完全に試練の意思無知だからねこれ完全に、うん、試練ちょまだもんな、完全にこれ。行くぞ、風雷に。さーて、どうなることやら。おー、目の前に来る。まず、うん、あ、ここから始まるんだ。そう、全部外された状態になるとこからスタートするんで、地道ね。じゃあ縦からか。それか、安易に装備するのも一ターンの無駄なので、加速、素早さを最初に飲むか。一個しかないんだよな。一個しかないのよ。うん、そう、状態見よう、状態、あ、踏ん張りが生き残ってるかどうか。なるほど。ないじゃねえかよ嘘つきかよお前ら嘘つきか普通、嘘つきかお前ら普通どいつもこいつも本当に残る残る残る、ね、残る残ると、残るって言ってた人も割といた、うん、残んないっていう人もたくさんいたけど7-3 ぐらいで残るって言ってたよ、うん、ねもうジロキチ超パワーアップって言ってもらっけど、加速パワーアップってジロキチに効くのかな。効くけどパワーアップは自分で飲みたいな、うん、まあ、そりゃそうだ、自分死んじゃダメだもんな。素早さ飲んで装備装備、素早さ飲んで装備装備装備、加速を振って、うん、ジロキチで、で、あ、でもそうするとパワーアップ総額腐るんだよな、うん、あ、はい、どっちみち移動は一回しなきゃいけない。パワーアップ層とね、うん、素早さ層をね、セットで飲んでね、ドカ殴りしたいんですよね。ああ、はい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 、なるほどね。じゃったら、もう殴られるの覚悟で装備するしかないか。装備装備装備か。うん。幸い、体力には余裕があるし、回復には。うん。うん、まあ、16、17からせなきゃいけない。コマ時もある。もしくは魔光伝って。高連点やる人はちょっとあれ睡眠札は弾かれるからね。あ、札がね、札は弾かれるからダメなので、うん、魔光伝点はありだな。一回混乱するかも。魔光伝点で混乱してくれたらめっけもんだよね。これただこいつに当たんね、今頃当たる。あ、これ 6っていうか9マスモンスターなのか。うん、じゃあ当たんだ。魔光伝点一発ありだね。すげえな、もうギャンブラーだな完全に。で、あれだよね、目つぶしとかになる可能性もあるんだよね。目つぶしにはならん。目つぶしにはならない、うん、混乱、ダメージ、あと吹き飛ば、吹き飛ばじゃねえや、場所替え、場所替えか、うん、場所替えてもしょうがない。難しいとこだな。いや、なんとも初手悩むな。なんともえんな。初手ジロキチ加速はあるよ。でもでしょ、うん、少しでもね、うん、火力どっちみち上げたいもんね。うん、行くか。で、初手ジロキチ加速か。行こう。行くぜ。で、一発強い。強いジロキチ。俺強いな。俺はジロキチ強い。あれ。で魔光伝って行くか。あ、魔光伝ってダメ。いや、自分も感電しちゃう。今ここで打つと自分も感電しちゃう。ダメだ。ダメ、うん。吹き飛ばすか。一回。吹き飛ばしないでしょ。なくなってる。切ったでしょ、吹き飛ばし。そうでした。飛びつきもダメだもんな。場所替えダメだな。おとなしく盾装備すっか。まあね、殴られるだろうし、うん、で殴られつつ、うん、もう装備をしてって、うん、でその間にジロキチが殴ってくれて、うん、そうね、で俺が回復する。そうね、はい、いいです。はい、いいです。すごい強いジロキチ。強いぞジロキチ。いいぞいいぞジロキチ。ジロキチのパワーがここに来てマックス。力いきますね。力ですね、うん、すごいぞジロキチ。すごいジロキチパワーで、ここからだよ問題は。ここからだよね。素早さを飲みましょう、まずね。うん、先に回復じゃなくてか。素早さでしょ。うん、で飲んだ。パワーアップ。
はい。で、俺も殴るぞ、ジロキシたち。やり直しを使うってことですか。いや、あ、体力がギリギリになるまで、あるでしょ。そうか、困った時とかを使えばいい。そう。行くぜ。行け。俺も参加する。やべえ。行け。死ぬ。コマ時を読め。コマ時読むんだったら癒しの方がいいな。ああ、先にね。癒しのも。はいはいはい。よっしゃ。ほら殴るぞ。ほら。これは。あ、ジロキシ。吹き飛ばしだ。ジロキシ体力いくつ、ジロキシ。お、まだ大丈夫。ああ、まだなんとかなる。じゃあリーバに飛びつき。リーバにか。うん。俺がそっか。そう。殴れる時にか。そう。なるほどね。でジロキシは来るから勝手に。うん。もうこれ殴っていくしかないじゃん。殴るしかない。いける間に やるしかない。そういうことだよね。いけるうちにやるしかない。いけるうちに殴る。そう。ああ。雷に打たれるだろう。はいはい、うん、まあいいよ、いいです、うん、あ、戻った。ここからが勝負どころだな。戻ったんでしょ、うん、じゃあ100点残ってんだよね。うん、100点残ってる。で、ジロキシが軸合ってない。一歩下行って右に加速する。そして一発殴られるけど、雷に打たれるであろうがあるから、うん、この後雷でバシンバシンっつって40-40つって食らうのよ。あ、次がね、うん、どっち道なの。で、パワーアップが残ってんのよ。あ、そうか、パワーアップは残ってんのか。そう、素早さが消えただけ。そうだ、個人的には一発殴りたい、殴りたい、ね、たいとこではある、うん、確かに。これ殴りか。じゃあジロキシどっちみち来るんですよ、こっち。うん、じゃあ行くか。で、ジロキシを振り合いか。困った時使ってからだな。うん、ほら、なに、違う、俺が思ってたのと違う。じゃあ加速をジロキシに。まあ、どんどん加速していく。行け、ジロキシ。ジロキシ、行け。はい、あ、ここで70。あ、ジロキシ、ジロキシ。加速したのに、加速したのに。これ困った時だな。困った時に。あ、癒しがある。いや、困った時に。困った時に、うん、はい。で、音切りを投げよう。まずはね、うん、やつが復活しないとね、うん、うちのアタッカーだから。アタッカーだから。そうそうそう、 DPS だから。 DPS だから投げる、投げる。で、加速な、加速フロー。あ、うん、分かった分かった。ティリリリリティッ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 。そんな余裕はねえ。いけ、ジロキシ。よし、殴れ。これも殴り続けるしかないのか。うん、自分はもうパワーアップついてるから。そうだよね、今のうちだよね、今のうち、うん、いけ。パワーアップ切れた。ちょっと待てよ、ここからか。したらやり直しはある。場所が A、飛びつき。ただ相当ダメージ与えれてるからでしょ、うん、正直多分、うん、ジロキシを、うん、なんとかしとけば生き延びらさせていればそう、俺もそんな気がする。ジロキシいくつ今体力59か。こいつに回復投げるか。59って耐えれる。一発は耐えれるよ。四角罰同情して59はいかないな。そう、30いくつとかだからジロキシ。いや違う、大リーバーはジロキシに54があるから。え、あ、大リーバーか、うん、ああ、そっか。じゃあ1回は耐えれるな、59だったら、うん、じゃあ1回殴って、うん、でジロキシが殴られたらジロキシに音切りを投げる。そういうことだよね、うん、それでいこう。で、俺がヒーラーってこと。そうです、タンク系ヒーラーってことね。そうですね。なるほどね。じゃあ DPS さん頑張ってください。はい。おーっ、おーっ、ジロキシマジか。すげー、つえー、ジロキシ、つえー、つえー、ジロキシ。やべ、答え出た。ジロキシに加速振るだけ。やべえ、ヒエビエコーいらなかった。いらなく、ドラゴン出てこないの。すげえ、こんな理想的な勝ち方が。いや、すげえ与えてるとは思ったけど。すげえ与えてたよ。っていうか、やっぱり素早さパワーアップが伸びたのがでかい。途中でね、あれがでかい。自分もね、そう、すげえ、やべえ、タンクでタゲ取ってる間に DPS やってくれたわと思ったら、タンクさんも DPS いつの間にかバーサス使った途中でめっちゃ上がってた。うん、忍者だったら9、あの11の忍者。あ、11の、ね、11の忍者だった。やべえ、やったとしれん。すげえ、クリア。俺マジクリアできると思ってなかった。魔法前提使ってねえな。
お前たちの勝ちだ、思ったよりやるな、フライニー。やり直し温存して倒すとか。びっくりしたよ。普通にシレンジャーじゃないですか。ねえ。すげえな。よく倒したね。いやー、ジロキチ加速の杖取っといてよかったな。まさかのジロキチ。いや、加速はね、買っといてよかった ね、 ね、うん、あれはね、あれなかったら、あれなかったらですよ、うん、ジロキチはただのキャスター付きお墓。ジロキチ生きてるもん。だってジロキチが与えたダメージと試練が与えたダメージ大体5-5だろう、5分5分ぐらいだろうっていうぐらい。いや、下手すりゃもっといってる気がするけどね。30、30、30、30、30、30、30。すげえ。両手持ちだったんじゃなくて、あれ二刀流だったんだな。二刀流でしたね、うん、ああ生きてくれ。あ、そうか、そもそも今まだ振ってないのか。これから振るんです。これから振るのか。そうそうそう。これで成功しなかったら別にもう今やったことなんもなし。それひどいよね。じゃあ先に戦わすなって話だよね。でも目が出たからって目を変えてくれっていうのはそれもおかしな話だよね。あ、そうか、うん、あ、そうかそうか、なるほどね。目を振る前に、うん、俺たちは、うん、事前に用意した特殊祭を使うがよろしいかって言ってるわけじゃん。あ、そっかそっか。じゃあそっか。でしょ？政治術を作るためにも、先に言っといた。先にやんなきゃダメだ。そうそうそう。最高の目だー、うん、ボン、バンペアペアー、祝福。うわぁ。神。神もっとすごいのやってよ。すげぇ。宮田ジロキシー、これでお湯は助からずよかったなぁ。あ、ジロキシーが。あ、ジロキシが、いや、まだいっぱい命のあれとか残ってる。癒しとか。昔の不思議のダンジョンはこの後1回まで戻るんですよね。おかしくない。昔の風来の不思議のダンジョンはね、一作目だけか。ああ、なるほどね。っていうか昔は基本的に戻れるやつが少なかったじゃん、うん、一気にそう、ね、スタート地点までみたいな、うん、36回まで行って箱を取ってから1回まで戻る。死者の宮殿100回まで行ったのに100回から戻るのみたいな。そうそうそう、うん、与えてくれ。いいだろう、すげえ男らしい。燃え上がれ。その代わりどこかの村で、貧しい村でかわいそうな、やめてください。誰かが一人死んでるんですよ。やめてください。帰れないんで運命は。よくさに会えて本当に嬉しい。ツルエンドなんかねえから。お湯、しっかりしろ、お湯。だったら、ダルが死んでくれ。ダルが死んでくれれば、それで。はっ、なんだったのじゃ。今のわしは夢を見たかったのか。お湯、大丈夫か、お湯。あ、お湯、起きた。お湯が立った。どうした、どういう、お前、なんだ、どうした。すごい。いつもピザを食べてる太ったなんかパソコンオタクが死んだ夢を見たの。ひどい、ひどいよ。奇跡じゃ、奇跡が起きたんじゃ。多分これはあれだ、あの犬屋敷のおじいさんがやってきてくれた。おじいちゃんがやってきてくれたの、直してくれたの。よかったな。すげえ。おゆー、お、待って、ジロキリ、ちょっと待て。お前、加速使ったろ。金がまだ払ってないぞ、お前。お前、親は2回だぞ。何度言ったら分かる。え、親は2回だよ、ね。親は2回。すっとぼけんじゃねえ。それを使って帰るかよい。お、なんか優しさ。ナイリーバーの優しさ。一刻も早く夜元気で顔が見たくて仕方ないんだろうな、うん、お前はどうする。ダイスを振るのか。風来人も一応、うん、一緒にとはいえ奇跡の塔を上り詰めたからね、うん、まあそういうこと、振ることができると、うん、資格という意味ではね、ここに来た人数でいけん。